皆さん、こんにちは。ワークスリビングの運営者のリチャード・ゴンと申します。今回はですね、あの、まあ、アダルトビデオの差別化戦略についてお話ししたいと思います。まあ、一人勝ちできるアダ,アダルトビデオの作り方ですね。はじめにですね、この動画なんですけど、あの、つ今からお話しする方々を主な対,対象として作成しています。で、その主な対象の方々っていうのがですね、あの、古撮影部位初心者で既に3本以上の作品を出している方々。あとは、 あのー,ーツ AV の経験をある程度お持ちの中上級者の方々ですね。でもちろんその今,今お話しした方々以外の方々があの見ても楽しめるような動画になっておりますので、まあ、ぜひご覧ください。その自分には関係のない話と思わず、まあこの、こちらの動画を見てお,お楽しみください。はい。で、まあそこ行っちゃいます。で、初めにですね、あのこれ、まあ、前提条件なんですけどあの、事業運営を続ける過程で、 あの必ずですね、他社、個人事業主であれば他のもの、の他人ですね。で、ああ会社運営、会社として AV 作ってるのであれば他の会社、他の会社との差別化っていうのが必要になります。もし皆さんがですね、せっかくですね、制作したコンテンツが他社とほとんど同じ、もしくは全,全,全く同じだったら、皆さんがその他社の製品のうち、どちらか一方にお客さんが集まる可能性が大きいんですね。であの他の人たちと同じコンテンツを作り続けても、同じ層の同じ層の 視聴者を奪い合うだけで、でそれでやがて一部のファン人たちにファンが集まるようになりますと。一部の人たちにファンが集まるようになってですね。まあまあ,あの、まあ、まあそういう状態になりますよと。で、現状はですねあの、新しくアダルトビデオを作り始める人たちが多いんですね。で皆,さんは皆さんはですね、そうするとこう差別化というのをしないといけないんですよで。ではですね、その皆さんはどのようにして自分たちのコンテンツを差別化していけばいいんでしょうかっていうのが今回の,あの動画の話になります。はい、で、その結論ですね。 今からお話しするポイントに着目して差別化を進めることを示します。で、差別化のポイントっていうのが、まあ、5つありますと、えー画質。画質、正義、もしくはテクニック、で、ストーリー、物語の設定、で、字幕挿入、で、あとは、あの、最後の5つ目が、危険に見える安全な撮影ですね。で、あの、これからお話しする、その、詳細ですね。まあ、個々の、今、今お話しした個々の差別化のポイントについて、解説を加えていくんですが、 あのこちらに関しては、あの、有料になっております。つまり、その、どうやって視聴するかといいますと、あの、動画直下の概要欄っていうのがあるじゃないですか。その概要欄のところに、あの、ノートのリンク貼っておきますので、そこか、そのノートのリンク経由で、あの、まあ、その、えっ、ー、と、記事の方が閲覧できるようになってます。で、さらに、あの、有料版に関しては、その記事から、あの、視聴できるようになっておりますので、そちらをご参照ください。で、こちらを見ますとですね、あの、他のツイを許さないコンテ コンテンツですとか固定ファンをもっと増やしたいって、まあ、そういった用語をお持ちの方々がですね、あのまあ、見てあの、ああ、なるほど、こうやるといいのかっていうのが分かるようなあの、そういった内容になっております。で、こっち、あの、まあそうですね、あの他の追従を許さないようなコンテンツを作りたい、まあ、固定ファンをもっと増やしたいという用語をお持ちの方々が、方々はこ、あのまあ、こちらのですね、あのまあ、詳細を、まあ、つまり、あの、 有料部分の方をご参照くださいで。こちらの動画に関してはですね、あのまあ、チャンネル登録は気が向いたらお願いいたします。はい、えー。で、まあ、一応こちらの動画も、あ,の、ま、あと、これは無料のパートなんですけど、有料の方も、あのまあ、ノートの記事をあの、ノートの記事を動画に起こしたものですので、まあ、あのノートの記事も合わせてご覧ください。はいと。無料部分は以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。